んこんにちは。大島出身マウンテンマウスマーシーです。どうぞよろしくお願いします。幸せは歩いてごらんだ、歩いて行くんだね。一日一歩三日で三歩さ、進んで二歩下がる。人生はワンツーパンチ、汗かきベストかき歩こうよ。あなたのつけた足跡には綺麗な花が咲くでしょう。腕を振って足をワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 、ありがとう。幸せの扉は狭いだから、しゃがんで通るのね。百日百歩千日千歩、まあまあ歩きもならぬ気も。人生はワンツーパンチ、明日の明日はまた明日。あなたはいつも新しい綺麗な虹を抱いている。腕を振って足をワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 、ワンツーワンツー、汗かきベストかき歩こうよ。あなたのつけた足跡には綺麗な花が咲くでしょう。腕を振って足を張ってワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 、ありがとうございます。隣の人とハイタッチ。続いての曲はおじいちゃんおばあちゃん応援ソングっていう曲を歌います。おじいちゃんって言ったらおじいちゃん、おばあちゃん言ったらおばあちゃんと繰り返してもらえたらなと思います。お年寄りは宝物じゃろんだ、繰り返します。おじいちゃんおじいちゃん、おばあちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん、どうもありがとうございます。元気はつらつのおじいちゃんおじいちゃん、笑顔ピカピカのおばあちゃん。いつの時代になっても年寄りは宝物じゃろんだ。元気はつらつのおじいちゃん、笑顔ピカピカのおばあちゃん。いつの時代になっても年寄りは宝物じゃろんだ。温かい手拍子どうもありがとうございます。漁師のおじいちゃんたちは海の底を知り尽くしてる。潮の流れから岩の位置、魚の隅すべて。農家のおじいちゃんたちは農家に人生捧げ、長年家族のために働き続けました。孫が生まれた瞬間、立派なおじいちゃんの誕生。元気はつらつのおじいちゃん、笑顔ピカピカのおばあちゃん。いつの時代になっても年寄りは宝物じゃろんだ。元気はつらつのおじいちゃん、笑顔ピカピカのおばあちゃん。いつの時代になっても年寄りは宝物じゃろんだ。いつの時代になっても年寄りは宝物じゃろんだ。聞いてくれてありがとうございます。
ありがたいことじゃ。パパ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 。野球の大好きな少年よ、ほいほい、21世紀を生きるあなたに贈ります。マウンテンマウスより練習毎日してますか、ジブリは毎日してますか、雨の日も風の日にも手拍子変わります。日本中のどこかで同じ夢を、つまり40年後カットはせーメジャーリーガーを目見る少年よ、羽ばたけ羽ばたけ、それカットはせー夢が夢で終わらぬように、天井切れ突破しろ、子供の心の気持ち忘れないで、ありがとう。パパ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 パデッドボール恐れていませんか、誰だって怖いものだよ、手を使われます。だけど失敗恐れて天気越しになってたら、今までできた卵も捨てなくなるよ。それでかっ飛ばせメジャーリーガーを目指し、コツコツ積み重ねていけば、今は叶うだろう。目指すは目指される人になること、それか飛ばせ。一郎だって少年時代は野球選手目指してた、少年の中の一人だった。それかとせ神様はきっと君を見てるから、誰にも負けないで、強くて優しい人になれるように。ありがとうございます。前に向けて盛り上げてくれたみんなに大きな拍手お願いします。ありがとう。吉田松陰先生知ってる人、うわ嬉しい。吉田松陰先生の顔を思い出してください。吉田松陰先生は銅像とか絵を思い出したら眼鏡をかけているんだけど、その姿を思い出せる人、いない、いない、いない。私萩出身なんでよく知ってるんだけど、メガネをかけてるんですが、見たことないですか？大人の方みんな知らないです？知らない。はい、実は吉田松陰先生は見えない魔法のメガネをかけているんですね。どうやってかけるかを言うのでみんな真似してください。丸を2つ作る。この丸をくるりと回してかけます。かけれる？指の方を手前にぐるっと回してかける。あ、上手、上手。もう一回言うよ。この指の方を自分の方にぐるっと回してかけます。で、この魔法のメガネがなんで魔法のメガネ
でかというと、人間さんはマーシーですか？はい、はい、マーシーを見てください。マーシーを見るとマーシーの素敵なところと残念なところって人間はみんな持ってますが、この魔法のメガネをくるりと回してかけるとその人の素敵しか見えなくなるメガネなんですね。で、この魔法のメガネをかけてマーシーを見るとお目目がなんて素敵、笑顔最高、魔法のギターすごいってなるメガネなので、みんなで魔法のメガネをかけて隣の友達の素敵を3つ見つけて声出して言ってあげてください。じゃあ魔法のメガネ用意、くるりと回してかけて隣の友達の素敵を3つ言ってあげてください。青さん、青さん、はい、あの緑の服を着てあの、まあ、大学生でこの地域があのハッピーになるようにって言ってあのここに来てくれて、はい、あのこのイベントを手伝ってくれてるそうです、うん、はい、もしよかったらあの大学生のみんなに今の松陰さんメガネを見てみんなで大きな言葉でこのお兄ちゃんこのお姉ちゃんこんなところが素敵だよっていうのをみんなで言ってもらってもいいですか？よーし、いっぱい見つけようね。みんな体を向けてみて、高校生の大学生のみんなに。いくよ、松陰さんのメガネ用意、くるりと回してかけてお兄ちゃんお姉ちゃんに聞こえる声で素敵をたくさん言ってあげて。うわー、なんて素敵なお兄さんたち。来てくれたおかげで自分が盛り上がります。いっぱいいっぱい言って、聞こえんてよ、聞こえんてよ、大きい声で言ってあげて。イケメン、もっと言って、もっともっと、かわいい、もっと言って、嬉しい、美人来た、嬉しい、もっと褒めて、もっと褒めて、優しい、嬉しい、優しい、嬉しい。じゃあみんなで一斉でありがとうって言おう。 OK、 せーの、ありがとう。拍手お願いします。はい、誰かのことの素敵なところを言ってるときね、一番近くで聞いてるのを誰かって言ったら自分だよね。なので友達の素敵や、周りの人の素敵を言ってるとき、実は自分のことを褒めてることになるので、そのプラスのこともたくさんたくさん使って自分のことにも褒めてあげてください。大学生もよろしくね。そんなことも思いながらもう一回大学生を褒めよるときに、大学生のお兄ちゃんかっこいいよ、お姉ちゃんかわいいよって言われよることは自分の心につながっちゃうって思いながら、もう一回大きな声でやってもらってもいいですか？自分ごともね。はい、じゃあみんな見てください。いきますよ、メガネ用意、用意スタート。ぐるりと回してかけていくよ。素敵、素敵。イケメン、やった、かっこいい、嬉しい、美人、美人、かわいい、出た、かわいい、もっと言って、もっと言って。ありがとう、拍手お願いします。はい、じゃあ今、はい、あの大学生のみんな褒めてもらったけど、今度は大学生のみんなから子供たちに今の松陰さんメガネをやって言ってもらっても大丈夫でしょうか？ぜひ自服の素敵を。はい、では松陰さんのメガネ用意、くるりと回して、さっきの子供たちに負けずにお返しするよ。子供たちももう褒められる準備、待っちゃ、いつでも褒めていいよっていうぐらい。いくよ、いよーい、はい、はじめ、活発で元気、体力ある、体力ある、かわいい、嬉しい、バカ、最高、元気いっぱい、笑顔が素敵。いい子たちばっかり感動する、言ってくれてありがとう、拍手お願いします。すげえ。みんな言葉繰り返してもらっていいですか？かっこいい、かっこいい、かわいい、かわいい、素敵、素敵、綺麗じゃな、綺麗じゃな、
元気、元気、活発、体力がある、笑顔が素敵、褒められ事は、いつも自分ごと、もっと褒めて、ありがとうございます。手拍子よろしくお願いします。地獄の子供たちをお兄ちゃんに姉ちゃんが褒めてくれた。嬉しかった、喜んだ、体がポカポカしました。風が吹いて砂が舞って、その砂に乗ってみんなの心の喜びがきっとどこかに届くと。心が地獄から山口へ、山口からいろんなご縁のある土地に広がる。そんな時間を過ごせてるこの場所で、心喜ぶことをみんなで届け合える幸せ。心喜ぶこの時間を分かち合える幸せ。イエーイ、ありがとう。君が生まれてくるずっとずっと前から、その命の誕生を、どれだけの人が待ち望んでいたか、知っていますか。君のその命の存在に、どれだけの人が励まされ、喜び笑って満たされ、救われてきたことでしょう。君が今ここに生きてくれてることが、僕たちにとってそれが宇宙最大のギフトなんだよ。愛してるよ、愛してるよ、君の名前、心、存在、そのすべてを愛してるよ、愛してるよ、僕たちはもう君を愛し続けるよ。愛してるよって言います。愛してるよ、最高。愛してるよ、僕たちはいつも君を愛し続けるよ。いつも君を愛し続けるよ。ありがとう。あと一曲、これできるかどうかわからんけど、ちょっとだけ協力してもらっていいですか。いつも僕が小学1年の時から中学3年生まで、自分のことが大嫌いで、いい言葉が言えなかった。ありがとうとか、どうも、感謝しますとか、そんな言葉は言えなくて、泣き虫の自分があんまり好きじゃありませんでした。人と目が合うのが恥ずかしくて、目が合わせれんようになって、体は弱くて、自分のことが嫌いで、そんな時に助けてくれたのはクラスのリーダー的存在の女の子で、
何でもお笑いに変えてくれる同級生の男の子、もしも僕が悲しいなって言った言葉を言ったら、悲しいの、まさし楽しいんじゃね、逆の言葉を言っちょった、寒いの、居心地悪いの、そんな言葉を言うたら、居心地いいんじゃね、涼しくていいね、全部言葉を素敵な言葉に変えてくれていた。そんなリーダー的存在の女の子と、お笑いに変えてくれる男の人、追ってくれたおかげで心がほっとした。それでも自分のことはやっぱ嫌いじゃったけど、自分のこと好きになれなかったけど、心にずっと残っていました。それをちょっとやってみようと思います。僕があんまりええ言葉じゃないことを言うけ、それと逆のいい言葉を自分なりにポッと言ってもらってもいいですか。いきます。できるわけない、できるわけない、信じれんちゃ、心がしょんぼり減る、心がしょんぼりする、天気が悪いなすごくないすごくない、できるわけない、できるわけないよ、先生怖え、先生怖、先輩怖、自分はバカ、友達は最低。それを言われよった時に言ったのは、じゃあ素敵って言ったら逆のことを言ってくれるんかな、悪い言葉言うんかなと思って、素敵って言った、素敵って返ってきた。悪い言葉を言ったら素敵な言葉が返ってきて、素敵な言葉があったら素敵な言葉が返ってきました。それをやってもいいですか。できるわけない、できるわけないっちゃ、なんでこんなことしよるんじゃろうなんでこんなことしよるんじゃろうやりたくないよ、やりたい、うち素敵な人じゃの、少しだけできる、腹が減った、優しいの、人のこと褒めれるわけないじゃん、絶対できん、すごくない、素敵、君のおかげ、兄ちゃんかっこいい、お姉ちゃん素敵、自分のことは認めれん、自分のことはダメじゃ、友達素敵、やってくれてどうもありがとうございました。きっと1年生から中学3年までの自分の心もみんなの心もつながって喜んだと思います。万歳三唱いきます。感謝ありがとう幸せの連鎖、せーの、万歳万歳万歳よ。マウンテンマウスマーシーでした。どうもありがとうございました。ありがとう。